はい、本日はですね、これペッパーランチでですね、限定のベーコンチーズってのを食べてみようと思います。今ですね、このカレースパイスがなくてですね、カレースパイスをお願いして持ってきてもらいました。これこの後混ぜて食べていってみたいと思います。はい、後で話そうと思うんですけど、実は今日ですね、また両国来てまして、で、あのついでにですね、いろいろ見てってるんですけど、この土俵なりとかですね、 JR の施設なんですけど、ここのお店ですね、いろいろと美味しそうなところがあってですね、今度ちょっとゆっくり来てみたいなと思います。もんじゃ焼き屋に味噌ラーメン、あと奥にシャモのですね、あの親子丼とか売ってるお店があっていいなと思いました。結構値段もリーズナブルです。はい、用事ついでにですね、こちら栄光院ちょっと見ていこうと思います。とってもですね、この竹が綺麗で、なんとなくちょっと都会にいることを忘れさせてくれるような雰囲気ですね。竹の子とかも大きいです。こちらにですね、石像ですね、いろんな種類のがあって、なんかちょっとホッとするようなとこですね。こういろいろな塚がありまして、こう動物をですね祀ってるところみたいですね、供養ということで。はい、こうですね、こう動物をこう供養している場所になります。こうなんか今動物のことでいろいろと問題になってたりとかしますけど、動物は大切にしていきたいですね。本当虐待とかする人の気が知れないです。はい、ここはですね、ネズミ小僧の墓があって、このように祀られています。猫が昼寝してます。気持ちよさそうにしてますね。こう猫塚ってとこもありますね。はい、それではですね、これから浅草橋駅の方に向かってですね、ちょっと散歩していこうと思います。はい、こちら両国橋ですね。ここからですね、こう隅田川をちょっと渡っていきたいと思います。こう橋の上から見る川っていうのもなかなかいいですよね。こう大きい川っていうのはやっぱりこう海に近い感じもあって、私こう見てるの大好きです。このちょっとですね、あのハプニングがあって、編集のですね、ちょっとプランが狂いまして、この後になんですけど、この後日の方ですね、別のですね動画で、DG's Milx 12mm の F1.4 のレンズと、新たにですね、あのノクティクロンですね、そちらを購入いたしまして、そちらの、まあ、レビューというか使ってみましたみたいな動画をまず撮影してきまして、公開しようと思ってたんですよ。でもそのトラブルのせいで、ちょっとその編集のプランが狂いまして、ちょっとこう本日先にこうお散歩の動画とともにそのお話をしておきたかったんですね。でこの後ちょっと愚痴みたいになっちゃうんですけど、その話を少ししていこうかなと思ってます。あのレンズはですね、本当にマイクロフォーサーズのレンズっていうのはいいものを使った方がいいんだなっていうのを実感しまして、それのシェアも兼ねております。はい、まあちょっとその愚痴みたいなものの内容なんですけど、そのですね、撮影行った日が5月5日でして、5月5日の日に、まあ、いろいろこうレンズをですね試しながら、こう Vlog 的な動画を撮ってきたんです。そうしたらですね、あの帰りに、長男がですねスマートフォンをどこかに忘れてきまして、それを探し回るっていうことで、本当になんか1日ぐらい費やしてしまいまして、まあそれのタイムラグというのか、損失した時間というのが長くて、編集とかその作業に全て差し障っております。で今日見つかってそれを取りに行ってきたというついでに、このようにお散歩しながらお話ししてるんですけど、まあ、忘れ物とかですね、物をなくさないようにするっていうのもとっても大事ですね。で今日ちょっとこう交通量の多いところのそばを走ってるので、こちら、DJI アクション2で撮影してるんですけど、 DJI アクション2のマイクの性能を信じてちょっとこういう風に使ってみようと思いました。まあ、DJI アクション2はかなりこうマイク優秀な感じがしてるので、こういうところでもですね、割と問題なく音を取ってくれてるんじゃないのかなぐらいの感じで使ってみております。これでですね、これだけこうガー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 うるさいところで問題なく声を取ってくれるのであれば、本当に優秀なマイクだなというふうに思います。はい、それでですね、DG's Milx の方はいろいろと使ってて、
もう本当問題なくとっても綺麗に撮影もできるし、で広角でいい写真も動画も撮れるレンズだなと思ったんですね。で明るさも F1.4 ということで問題なく使いやすく、これからメインのレンズになってくるだろうなっていうふうに思ってます。であと新たにこう購入したノクティクロンですね、こちらもまあ本当にいいレンズでした。なのでですね、その動画の方をですね、ぜひ楽しみにしていただいて、まあ、この後編集していろいろとこう見やすいというか見れるような撮影をしてきたつもりなので見ていただければなというふうに思いますね。なかなかこう手ブレ補正も強力だし、まあマイクロフォーサーズであるんですけど F1.2 ということでかなり明るいレンズです。で ND フィルターとかっていうのも使ってすごく明るいところから夜のですね撮影っていうのも試してきてみましたので、まあ、そういうのを見ていただければなというふうに思いますね。で今日この後もうゴールデンウィークの狭間に今日は6日なんですけどポッと1日だけ学校がありまして、その学校から子供が帰ってくるっていうのでトンボ帰りをしなきゃいけないんですね。で、その本当に隙間時間でちょっと隅田川を見ていこうという感じで今楽しんでおります。はい、スカイツリーも真ん中にドーンと見えてきましたね。こう川辺にもよくですね、ここ魚はもちろんなんですけどクラゲとかですね、赤クラゲとたまにちょっと珍しい感じのクラゲといて、なかなかこう私こう川とか海とか見てるの大好きなんで楽しめます。これからこう暖かくなってきてですね、梅雨っていうのはありますけど、それが過ぎたら皆さんも遊びに行ける時期っていうのが来ると思うので、何かこうアクションカムなり普通のミラーレスカメラとかですね、いい動画記念に記録にの記録ではなく記憶ですね、記憶に残るようなですね動画や写真っていうのをたくさん残されるといいかなと思いますので、そういう使ってみてよかったよってレンズとかっていうのをお話どんどん紹介していきたいと思います。こう警視庁の今船がですね離岸してました。もうこっちの方も散歩行ってみたいんですけど、今日はちょっと時間がないので川を見て終わりになっちゃうんですが、このようにですねいろんな川一本とはいえサイズもそれぞれですし、その感じっていうのもいろいろありますね。よいしょ、さっきはこっちの方から来ました。今総武線が走ってます。この DJ アクション2もですね、今オートで使ってるんですけど、画像の方とかいかがですかね。最近そのアクションカムで撮るときって下手にカラー調整するよりも、まあ、ちょっとした補正ぐらいにしておいた方が綺麗なんじゃないかなというふうに思って使ってるんですよね。まあその綺麗に見せるというよりはアクションカムの場合はこういう風な感じだなっていうのを皆さんにお伝えするのがメインな仕事だと思ってるんですね。そこでこの音質がいいとか、まあ、ちょっと暗所に弱いっていうデメリットはあるんですけど、そのマイクの性能質が良くですね、今ちょっと見えにくいんですけど小魚がいっぱいいます。見えるかなという使い方にとても向いてるんじゃないかなと再認識して最近ちょっと使ってみております。こう明るい晴れた日であればもうむしろ ND フィルターとかもあるのでそういうのを使っていくといいんですけど、まあ、そういうのをですねこう細かくやるとやっぱりそれなりの手間になってしまうので、まあ、全部そこそこで良ければこの組み合わせでオートで撮影すればいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ本当マイクロフォーサーズに関してはいいレンズを使うととてもよく動画も写真も記録も撮影もできますので、ぜひですねちょっと高いですけどフルサイズのレンズに比べればはるかにリーズナブルなので、ぜひ1本ちょっと試してみていただきたいです。ライカのですね名前がつく単焦点レンズだったら全部その片鱗っていうのは見ることできると思うんですね。画角を除いてって感じになるんですけど、まあ、広角なり望遠なりっていうのはいろいろあると思うので、ぜひ好みの1本できればですね広角で、まあ、こう動画の撮影をされる方は広角で1本買ってみていただくと分かりやすいんじゃないかなと思いますね。今画面の真ん中にカモメがいまして、ちょっとデジタルズームを試してみようかなと思います。グー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 と、はい、これが DJI アクション2のですねデジタルズームになります。綺麗に撮れてますかね。一応 4K で記録されてるはずなんですけど、でちょっと元を戻すとこちらですね。でこれが歪み補正入っているので、一番広角ではないんですけど、それでも十分こう広角な写りになってるかなと思いますね。
はい、それではですね、浅草橋駅に到着しました。では帰宅したいと思います。電車の音で聞こえてるかな、それもちょっとこうマイクの質とかで試してみたいですね。はい、それではですね、本日はこちら隅田川で、このようにですね、まあ、半分口兼レンズを購入して使ってみましたというお話をさせていただきました。こちらのチャンネルでですね、このように動画や写真に伴うことっていうのを情報を発信させていただいておりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と、私の励みになりますのでグッドボタンいただければと思います。あとですね、ちょっと今日は言えなかったんですけど、コメントですね、いろいろこうコミュニケーションいただきたいなと思っておりますので、お待ちしております。コメントいただければなと思います。風が強いね。はい、それではですね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。